区議会議員候補として立候補しています斉藤俊彦です。私が議員になりましたら次の3つのことをしたいというふうに思っております。1つ目、外国人生活保護、これの実態を明らかにし、いかに無駄なお金として支出されているか、外国人の受給の割合、総額、そういったものをつまびらかにして、区民の皆様と一緒に考えてこれの廃止を訴えていく、これが1点目であります。2点目は外国人の国民健康保険、これの滞納の問題。豊島区では 50% 以上の外国人の方の滞納、これが数字として出ております。これに関してやはり追及をし、外国人の方の国民健康保険の加入に関しての問題提起、これをしていきたいというふうに私は思っています。合わせて、国別の割合、そういったことも明らかにしたいと考えております。3つ目は成果の分かりづらい補助金事業、これに対して、こちらも明らかにした上で、もし疑義が生じるのであれば関係者も含めて追及をしていく、東京都におけるある団体のような不正な会計処理、あるいは業務実態のわからないもの、そういったことを厳しく追及していき、もしそこで無駄な支出があればカットする、そういったことをやっていきたいというふうに考えております。合わせて今国民税負担率 47.5%、 この重税からいかに区民を救えるか、こういったことも考えていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、ただいま豊島区議会選挙に斉藤俊彦が立候補しております。ぜひとも皆様ご投票の方よろしくお願いいたします。もし、豊島区にお住まいの方、お知り合いでいれば斉藤俊彦がいいよとお声掛けの方よろしくお願いいたします。